スウェルって書いてある。俺の物語ですよ。猫飼ってたことあるんですか？ありますよ。あ、だから慣れてる感じ。あ、気持ちよさそう。あ、OKOKOK。はい、来ました。ロズウェルはアメリカの地名で UFO が墜落したことで有名だった。また海の方に向かって、うん、あんまり猫飼ったことないし、触ったことがないから。ごめんね、もう行くね。ありがとうね。慣れてる、めっちゃ慣れてる。超かわいい。すげえすげえ。海、ヘビ、クモ注意とか、ちょっと嫌だ。ヘビはまだいいんですけど、クモ嫌です、これはヘビの方が嫌だ。本当ですか？だってヘビはまだなんか意思が通じそうな感じする。何がわからない。クモはだって完全に通じませんもん。奴らの考えてることわからない。着いたようだね。着いたようだね。着いたよ。次、灯台のふもとの涙跡の奇跡を目指そう。遠くないですか？600m。どっから、どっちだ？東大？ああ、まあ東大の方に向かって、まあ、このままこの大きな道路沿いに行くですか？行く。そう。まあまあまあ、この中も通れるか。中通ってきます、せっかくだからで。そうしましょう。あの海の向こうはアメリカです。アメリカね。アメリカの、そう、私たち。そうだね。はい、アメリカの隣の県に来ています。海を挟んでアメリカ隣。そうだ、すごい。あ、来たね、東大。歩きましたね。東大遠いな。ここだね。謎の石碑。涙跡の。ああ。あ、写真なんだ。なんか白いとこなんだろうなって。次は無謀先灯台を目指しましょうと、灯台目指しましょうってなってますけど、これ自体は何なの？クリコンの木。これはあの仲良しの詩人さん、詩人ポエマーさんたちがここで泳いでたんですけど、一人溺れたんですよ。でそれを助けに行こうと思ったら、ちょっと二人ともっていう。あ、もう泳いじゃいけませんって。そういうことです。だから泳いじゃいけません。だから泳いじゃいけない。泳いではいけません。サーフィンはか。次は犬吠埼灯台、あ、もうあそこを目指すんですけど、はい、どうしますか、杉山さん、もう一回車。俺はロズウェルに戻らないと呼ばれてるんで。いける、下から行ける、下から行けることになってるルート的にね。いや、結構きついな、あの階段か。いや、もう今結構きついよ、ここ。カミックスが、犬吠埼灯台。いや、階段ってか登らないよ、そもそも。ここまで来ればチェックインでしょう。てか犬吠埼の電車の時間を調べてなかったな。着きました。灯台前の渚屋さんで食事もできますよと。灯台前の、あ、ここですね、なんか渚屋さん。なんかまたソフト、いや、ラーメンはもう食えないけど、ソフトクリームくらいだったらなんか食べたいけどね。あ、ほんとだ。しかもかかし型のやつ。郵便は世界を押す。世界、あ、確かにね。あ、10月1日から郵便料金などが変わります。そう、変わるんですよ。布団の金額も変わるんで。最低賃金も変わります。よろしくお願いします。次。次。いや、そっちは多分行かないと思う。行かない。なんか
見えるかな、これ。この景色が見えるところに行きましょうみたいな。見せてください。多分でもこれあのでも あのもう今チェックインをしたら、うん、あ、着きましたねみたいなこと言ってきたからいいんですか。あ、多分あっちだと思うんですけど。あ、でこれ一緒だね、うん、これこれこれね、ちょっと撮っとこう。これスクショ撮って、もしかそっち一緒一緒一緒、はい、景色撮りました。一緒じゃない。あ、ここじゃない。あ、こっちね。あ、ぽいですね、ぽいですね。お、ぽいぽいぽい。あ、遊歩道があるんだ。はい。あ、これ、なんかこれ多分さ、はい、逆側、あっち側か、あの、そのこっち側から撮ってるよね。こっち側から多分こうやってこっちを撮ってるんだよ。ほう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 。ちょっと見比べてみると、ほら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 、ちょっとこれ山さんに加工っていうか、本当だ。この写真を画像のなんか右上とかにね、ペロって乗っけてもらえれば、あ、同じ景色だなっていうのが分かるから、なんとなくね。そう、よし。じゃ着きました。そしてどこですか。そして次は君ヶ浜から登ってきた階段の反対側にある階段を降りようと、はい、え、はい、どこ。そしたら君ヶ浜から来たよね、うん、こっちですね。そう、こっちの君ヶ浜から来て逆側一番下まで降りれるよと。その階段を降りてるときに小さいトンネルが見えるはずです。で、そのトンネルのとこまで行こうみたいな。わかりました。で、天候が悪い日は波が高くなるんで、うん、ちょっと無理するのはやめようみたいな。無理すんなくて、お手洗いに行きたいんです。海ですれば一緒だよ。わかる、混ざれば一緒でも 0.000 何パーセントだから。そういうことじゃない。あの、私を解放するわけにはいかないので、お手洗いに行きます。はい、お手洗いタイムです。ここら辺の波が1キロありますよ。今ここ、そうそうそう、この距離はね、犬吠埼の灯台のところにいるんですけど、